2020年5月1日午前の祈り。祭りましてのこと、これより始まりまする世の改め。国改め、心改め、直しの御業御立て祭りまして感謝申し上げ、立て祭ります。行く末万感、神の光の国となるためにも起こされる諸行のそれぞれ、我が身御立て祭りまして、この身を捧げたまいて、神の御業となせること、国を改めまするは神の心をもって心同じく生きること、これ諸行のそれぞれのもろもろの穢れを含み、災い穢れ流したまいて、神の光のもと改め、八百万の神々の光と共に我が身をもって心を勇めよと申し回す。やがて来る世の夜明けのためにも、それぞれが心を新たに輝きましてのこと、希望軽やかに発する者たち、増えねばこの世は救われませぬ。幾度この星、この国救いたまいても、まだ我が身御我が身のことしか考えられぬ愚か者たちよ、勇めしこと我が身の思いなりとて、それにたがう者の思いにいささかの争いごとを起こさず収めよと申します。我が身に起きることと、この世に起きること、皆一つのことなればこそ、この世に起きることすべてのこと、我が身の責任と捉え、考え直したまえと申します。やをすれば神の願いと力を得たく思うものあるならば、それより我が身を問うこととなり、神が願う心を感ずるならば、それ願う心なく
我が身をもってその諸行の諸々の思いを束ねたまいてくくりたまいて、八百万の神々と共に早秋津姫様のお力を借りて、この世に天高く上げたまいて、その降り注ぐ光と共に天の雨水清めたまいて、降り注げばそれ心の清き正しき心に勇むための雨となりて、やがて来る世のためにも働きたもう大人たちの心と行動のみとなす。我が身をもって奉ること、これ我が身の真実なり。真実奉る日、この期、早秋津姫様の祈りに心を合わせたわえば、我が身の神とこの星、この国守る神々とつながりたまいて、神と一心同体、神の思いこの世に満ち開きするものとしての、清き心いさめし心を持ちて、この世の民を導きたまえと申しまおす。光を導くならば、我が身の御心持ちて、この世の一人一人を導くがごとく、家族の思い、周りの人々の思いを導きたまえと申します。この日あるがごとく、明日があると思うならば、そのために自らの果たすべき役目を果たせと申します。命紡ぐこと、神光つながること、永遠なるもの望むもの、そのすべてはこの一時の祈りの心に合わすことから始まります。新たな心をまとめ決めたまえる、この始まりの日の祈りをもして、一人一人の心の中の気高き思いを問いたたいて、問いたまえて、
この国守りし者、どれほど取るのかを問われる所業起こりますことお伝えいたします。まだまだこれよりも先、幾ばくもなく起こりうること、八百万の力を借りてでも果たせぬことを切るならばこそ、その思いに対し立ち向かう心と希望の光を発する者よ、目覚めよと申しまする。宇宙すべてにつながる神々とともに、この世をします人神様たちとともに、この世を新たな星にするための気づきを指導させまする。新しい世界をこの世に降ろすため、導くためのことを始めます。この世の価値観すべてが新たなものに変わるための時をどれほど待っておったか、どうかよろしくお願い申し上げ奉ります。